皆さんこんにちは、鈴木貴博です。甘いものというのはですね、冬の寒い時期にはですね、寒さをこう和らげてくれるという意味において結構効くなというふうに感じますね。特にこういう甘いのいいものとかね、ありますけれども、特に人工甘味料ではなくて砂糖というのはちゃんと入ってるものがね、非常によく効くなというふうに思うんですよね。コーラなんかもね、結構僕好きなんですけれども、やっぱそういうのを1日 500ml ぐらいを目安に普段から好きで飲んでいますが、それ飲むとね、ほんとホッとするんですよね。もちろん飲みすぎはね、ちょっとね気をつけなきゃいけないし怖いですけれども、ほどほどにね、そうやって飲む分にはですね、寒さも和らいでホッとしますし、いいなというふうに思いますね。はい。今日ホテルデイ2ということで、動画をまだ撮ってるんですけどね、同じ部屋なんですよね。で、そういう意味において、こういうふうに連続してですね、2日が続くのっていうのはなかなかね、めったにもありませんので、また面白い企画かなというふうに思いますし、あとホテルの中でライブの抽選結果をですね、待つということもですね、あれなんですよ、誰やらね、機会ですけれどもね、こういうところで言う発言にはね、結構気をつけた方がいいと思うんですよね。今日はホテルから外に出てのですね、動画もですね、同時に作りまして、で、カラオケに行ってですね、気分転換して、ついでにカラオケの中で勉強したことですね。で、それで、その勉強したことによって、まずですね、自分の中でこううまくこう区切りをこうつけてですね、またさらに前へ進めるようになったなという感じですね。ちょっと気がかりになってる、事案というのは一つありまして、それが大阪の心斎橋でかな、どっかだったかな、そこのですね、あるビジネスホテルみたいなところに、過去にですね、京セラドームに行った時に泊まったことがですね、あるんですけれども、その時にですね、ちょっと僕が体調不良だったっていうことで、私も下田言いますよ、初めてホテルでねオナニーしたんですよ。で、その時のホテルが本当それ初めてだったんですよ。本当今まで何回もホテル泊まってなかった、それが初めてで、今まで人生の中でまず1回だけなんですよ、それが。だからすごい印象残ってますが、そもそものところを言うと、そのホテルがですね、今どういう営業状態になってるかっていうのがね、地味に気になってますね。結構あれですね、そこの大阪の時の思い出が、そんな感じであれなんですけれども、
外でのオナニーってそれだけじゃなかったですね。あれですね、昔病院で長期間、何ヶ月間にわたって入院した時もですね、病院でオナニーしたことがありましたね。はい。で、まあそれぐらいなものでですね、普通はまあ僕はほとんどそういうのないんですけれども、まあ、それがすごく印象的でしたね。大体じゃあ僕は普段何で気分転換してるかっていうと、ほとんどの場合はあれですね、カラオケですね。カラオケが一番最も多い、その気分転換とかっていうのは。だからおのずと、カラオケに対するこだわりっていうものがね、すごくまあ多かったんですよ。なので、よく画面上で出てくるそのテレビのそのアーティストなんかはこうマイクの前で歌ってますけれども、僕の場合はですね、気をつけの姿勢で目の前に物を置かない状態で歌うところからスタートするというね、まあそういうこともね、あるわけですよね。で、普段歌って出た分、その分の記憶というものがある分、その歌詞カードとかをですね、見なくてもね、その普通に歌えるので、まるでこう、なんていうか、その宗教でいうところのお経をですね、まるでこう唱えるようにですね、もう何を見ずに言葉がストラされて出てくるという。で、そういうところからやっぱこういう YouTube 活動でのこういう僕のこういうお話というものがですね、生まれるわけで、何もないところからできたわけではなくて、そういうバックグラウンドからこうちゃんとこう形になってるっていう意味においてはですね、ある程度根拠のあるものになるんじゃないかなというふうに思いますけれどもね。まあそんな感じで、そのアウトプットとインプットというものをですね、まあちゃんと繰り返しやっているからこそ、まあ、生まれる、まあそういうものもですね、まあ、多いんですけれども、そのインプットばっかりになった場合っていうのとか、アウトプットばっかりになっても嫌なので、まずそのバランスをですね、普段から考えてますよね。まあ、おそらくライブのその抽選結果とかですね、今日の夕方6時とか、あと夕方8時とか、そういう時間帯にまあなって、その後当選結果がですね、じゃあ当たりなのか外れなのかっていうのがですね、明確になるような感じがするんですけれども、でもその次は二抽選というものもですね、まああって。で、それはですね、実を言うと、まあ、その外れた時は備えのために今、やってあるんですけれども、それはですね、友達と一緒に応募してあるということでですね、同じように別申し込みをしてあるんです。だからその2回あるっていうところですね。それが3月5日が2回目の、まあ、抽選結果が出る日なんですけれども、早くもですね、そういう街の状態がですね、まあ続いているわけで、まあそれはいいんですけど、今日はですね、動画のそのタイトルをですね、まあいろいろ考えてまして、いろいろっていうか、その動画のタイトルってね、結構悩むんですよ、普段。で、その動画のタイトルどうするかっていうと、じゃあとりあえず俯瞰した目線から見た、自分の自宅周辺の風景という、タイトルにしたいというふうに思います。このホテルに泊まるというのはもう地味に自分の住んでる地元の立川、その近辺のホテルを選んでるということで、帰ろうと思えばいつでも家に帰れる状況なんですね。非常に地味な
プランをですね、まあ、実行して、さらに言うとこういうですね、資格の取得のための勉強をやっているということにおいて、あれですね、高いあれ料金のかかる勉なんて言うんでしょうかね、ショートステイを慣らすためのですね、2連泊みたいな、そんな感じの、まあ、感じなので、いや地味だなって本当思いますね、うん、高い練習費だって、まあ、そう思いますけれども、まあ、そんな中ですね、 YouTube があってよかったなというふうに思います。ではご視聴ありがとうございました。では失礼します。バイ。